RPG-7 はソ連の開発した携帯対戦車敵弾発射機。ベトナム戦争から使用され、対戦車兵器としては旧式化しつつある一方で、火力支援など多目的に使用できるため多くの国で使用され続けている。さらに安価簡便であるため、途上国の軍隊や武装勢力、民兵が好んで使用し、 世界各地の武力紛争において広く用いられている。RPG-7 の名称は、ロシア語で、携帯式対戦車敵弾発射機を意味する、-7、英字綴りでは、ルスノチプロティバタンコビッチグラナタンジョットの頭文字による。英語の訳表記で、ロケット、プリペルドグレネードと綴られることがあるが、これはバクロニムであり、厳密には誤りである。 RPG-7 溶弾薬の多くは加速用に、ロケット推進機能を備えており、対戦車ロケット弾発射器と称されることが多いが、発射器自体は創薬による発射と同時に、方針後方からのガス噴射で反動を相殺する、クルップ式無反動法である。RPG-7V1 発射機と PG-7VR 弾頭 RPG-7 は、単純構造、取扱い勘弁。 低製造単価で発射機と弾頭を合わせた 10kg 程度の重量は、使い捨て式の M72 ローや AT4 を除けば対戦車兵器では比較的軽量である。その割に高い威力を発揮するため、アサルトライフル AK-47 と同じく発展途上国の軍隊やゲリラなどに幅広く使用されている。少なくとも40カ国が正規に採用しており、 様々なモデルが9カ国以上で生産されている。特にこの兵器によって、ゲリラやテロリストが容易に戦車や飛行機をも破壊し得る火力を持ったことが、いわゆる低強度紛争の活性化の要因の一つとなっている。第三世代主力戦車であっても、RPG-7 の成型策略弾を脆弱な部位に受けると行動不能になるほどの威力がある。ただし、 この種の不評傾向用を無反動法に共通する欠点として発射時の後方噴射が激しく、いての位置が判明しやすいため、スーサイドウェポンと呼ばれることもある。反撃を避けるため、いては発射後に速やかな移動を必要とされる。日本においては、九州南西海域工作船事件において北朝鮮工作船乗組員が海上保安庁巡視船に対して、 これを使用し有名になった。また、防衛省でも少数を研究用に購入し、自衛隊の装備品に対する各種試験に使用している。不評用の蛍光対戦車兵器としては、アメリカ軍のバズーカに代表されるロケットランチャーとドイツ軍のパンツァーファウストに代表される敵弾発射機とがある。RPG-7 は第二次世界大戦末期にドイツ国防軍が開発した。 パンツァーファウスト250を発展させたものである。当初量産された RPG-2 は外装式敵弾を発射する無反動砲であった。これを発展させた RPG-7 では砲弾にロケット推進機能を追加して射程の延長と命中率の向上を実現した。RPG-7 を担いだイラクチアン部隊の隊員九州。 南西海域工作船事件で沈没した北朝鮮の工作船付近の海底から回収された RPG-7 発射機イスラエル国防軍がガザで押収した武器 AK-47 と RPG-7 の組み合わせはアフリカや中東などの紛争地域ではおなじみのコンビである発射時の後方噴射1961年以降ソ連軍に 小隊向けの対戦車兵器として大量に配備された。空挺部隊には、パラシュート降下時の邪魔にならないように方針を前後に、分離可能な RPG-7D が配備された。ほか1970年以降改良型の RPG-16 が配備されている。東側諸国や共産ゲリラ組織にも大量供与され、ベトナム戦争において、北ベトナム軍やベトコンは、 RPG-7 をアメリカ軍や南ベトナム軍の戦車や装甲車、ヘリコプター、陣地などの攻撃に使用したが、ベトナム戦争はデリラ戦主体で戦車に活躍の余地があまりなかったため、対戦車兵器として注目を集める機会には乏しかった。百七十三年の第四次中東戦争においては、エジプト軍が RPG-7 を q m 十四 マリュートか対戦車ミサイルと共に有効に活用して、イスラエル軍の戦車を多数撃破した。このため、西側諸国にも対戦車兵器としての威力が広く認められ、損害を受けた側であるイスラエル軍でも使用された。中国では、1960年代に RPG-7 をリバースエンジニアリングして、デッドコピーの69式ロケットランチャーを生産している。さらに、 ソ連自身もワルシャワ条約機構加盟国などにライセンス生産を認めたため AK-47 と同様に世界中に拡散した。この結果、ソ連のアフガニスタン侵攻やチェチェン紛争においてソ連軍、ロシア連邦軍が自国製及び外国製の RPG-7 によって攻撃されるという皮肉な状況をもたらしている。北朝鮮でも朝鮮人民軍に広く配備。 されていると考えられており、九州南西海域工作船事件では、海上保安庁の巡視船に2発の RPG-7 が発射されたことが、赤外線カメラ映像から判明している。この際には、揺れる海上からの射撃であったため、2発とも命中していない。その後、不審船の沈没地点周辺から、68式7号発射艦。 と、ハングルで刻印された発射機が引き上げられ、海上保安資料館横浜館で工作船と共に展示されている。現在でも、AK と共に、世界各地の紛争で頻繁に使用されている。現在のロシアで生産されているモデルは、成形作薬弾、タンデム成形作薬弾、破片流弾、サーモバリック弾の4種類の弾頭を発射可能であり、 有効射程を550から700メートルに延伸した RPG-7V2 と空挺部隊向けに方針を前後で分割可能な RPG-7D3 である。これらは2001年からロシア連邦軍への配備が始まっている。2009年、アメリカのエトラーニック USA がアメリカ軍向けに RPG-7 の副製品を製造し発表した。 このアメリカ製 RPG-7 とも言える対戦車兵器はトリガーグリップが M16、M4 カービンのものに変更されているほかランチャーの左右上下にピカティニーレールが装着されている。なお、初期装備であるアイアンサイトや M4 カービン用のフォアグリップやストックはピカティニーレールに装着されている。発射機は単純に加工された鋼鉄の筒であり、 直径 40mm、全長 953mm、重量 7kg である。中央部分は木材もしくは耐熱性プラスチックに覆われており、兵士を発射時の熱から守るようになっている。ビブはラッパ状に広がっており、発射の際のバックブラストから操作している兵士を守り、反動を相殺させる役割を持っている。発射機は、 伊手が右肩に担いで使用するよう設計されている。伊手は激発機構を備えた全部グリップを右手で握り、姿勢安定用の後部グリップ内し闘心カバーに左手を添えることになる。安全ピンを外した敵弾を根元まで発射機に挿入して、激発機構の激鉄を引き起こせば、射撃準備が整う。一般的には、高角照準機が用いられ、暗中でも照準しやすいよう。 照準メモリを光らせるための夜行機能を備える。この光学照準機は、開発当時の NATO 戦車の車高を2.7メートルに、仮定して側遠、横方向への移動目標を狙うことができるように、照準メモリが設定されている。そのため、この車高に当てはまらない目標に対してはあまり役に、立たず、移動目標や横風に対する偏差照準も面倒で、あるため、 本体に固定装備された簡易なアイアンサイトを使って300メートル以内から射撃することが好まれる。他に受講型赤外線式の暗視照準装置も提供されている。また中国製の69式では軽機関銃のようなバイポッドやキャリングハンドルが追加されて実用性が増しており、本家のロシア製でもバイポッドが装備されるようになった。ポーランド製の各種弾頭、 pg-7v の断面図。I 弾頭部新幹電動艦風防衛水ライナー、外角爆薬電動子雷艦2ロケットモーターノズルストッパーノズル、外角推進薬リアモーター発射用雷艦3発射薬と、安定翼安定翼薬強創薬小型安定翼、栄光剤詰め物弾薬は、弾頭とロケットモーター、発射器から打ち出すための創薬、安定翼で構成される。 弾頭とロケットモーターは一体化されており、装薬は折りたたまれた安定翼の周囲を取り囲むように配置されている。装薬、安定翼前端と弾頭、ロケットモーター後端にはネジが切られており、両者は分離して運搬されるが、装填前にねじ込んで固定する。結合された弾薬を発射機へ装填する際には、発射用雷管と撃発機構との位置を合わせるために、 ロケットモーター噴射ブロックの後ろにある小突起を発射機先端の切り欠きに合わせる必要がある。先端には圧電素子を用いた新管が装着されており、目標に激突した圧力で発生した電気信号が弾頭の構造体から電動子へと伝わり新管を起爆させる。このため先端部が激突しないと起爆しないという特性がある。 金網やスラットアーマーなどに命中するとかなりの確率で不発になることが知られており対策として用いられている。弾頭本体直後の周囲にはロケットモーター燃焼ガスの噴射口が配置されており推進薬の燃焼ガスは弾頭の斜め後ろ方向へ放射状に噴射される。弾頭の周囲後方の大型の安定翼は方針から出された直後に風圧で開いて 弾頭の直進を助け、さらに後方の小型安定翼は弾頭に飛翔を安定させるためのゆったりした回転を与える。後端には栄光剤が設けられ、発射以降に燃焼して光を放ち、伊手に飛翔する弾頭の軌跡を示す。弾頭本体に誘導装置はなく、飛翔する弾頭が横風を受けると風上へ向かって火事を切るため移動目標に命中させるには、 熟練を要する。引き金を引くと、クルップ式無反動法の原理により、打ち出された弾頭は、秒速115メートルの速度に、加速10メートルの距離で、個体ロケットに点火し、500メートルの距離まで、最大秒速295メートルに加速し、その後は完成によって飛翔する。最大射程は4.5秒の次元進化により、決定され、一般的には、 約920メートルの距離を飛翔すると自爆する。ヘリコプターのような目標に対して直撃せずとも損傷を与えるために次元進化を短く設定して発射することもできる。製品によっては次元進化を持たず、その場合には発射後に命中しないとそのまま落下して不発弾と化す恐れがある。確実な命中を求めるためには可能な限り近距離で、 射撃することが重要である。熟練した相手なら150メートル以上、条件次第では300メートルの距離で命中させることができる。アフガニスタンの兵士は80メートル以内に接近して射撃することで確実に標的を撃破した。ただし、この距離は敵側から見ればどんな武器も最大限に活用でき、また随伴する不評部隊も存在するため、 必中距離から射撃できることは稀であり、命中精度に関して言えば非常に低い。なお、多くの場合には前述した後方噴射が砂ンを巻き上げて敵に発見される危険性が増す。また、地面に当たった熱風や砂利が、いての足に吹きつけ、怪我を負う危険もある。そのため、特に凶角を取った射撃を行う際には、あらかじめ地面に、 後方噴射を逃がすための穴を掘り、さらにそこへ降り取ってきた樹木などを覆せるなどして、この危険性を低減させる工夫がなされることもある。パキスタイン開発の RPG-7AP、対人弾頭弾頭には2種類用意されており、非走行車両や人員といった難目標には通常の榴弾を使用し、走行車両や統治下には成形作薬弾を使用して破壊する。 後者は、弾頭の使用や、使用条件にもよるが、厚さ30センチメートルないし60センチメートルの、金質圧延鋼装甲を貫通し得る。また、それ以外にも照明弾やスモーク弾、基地姿勢化学弾、焼夷弾といった、様々な特殊弾頭が用意されている。ロシアや旧ワルシャー条約機構所属の国家、さらに、中国では、サーモバリック弾頭も開発されている。 サーモバリック弾頭とは、トンネルや家屋に有効な爆発時の圧力で攻撃する弾頭である。近年では、一般的になった爆発反応装甲を1回の攻撃で貫通するために、成形作薬弾を前後に2個搭載したタンデム弾頭も開発されており、中でもロシア製の PG-7VR 弾頭は、その威力の高さを実践で証明している。 RPG-7D3 方針を前後でに分割した RPG-7D 中国製69式ロケットランチャー発射機には対人榴弾が装填されている RPG-7 はソ連ロシア以外にも中国、ベトナム、パキスタン、イラン、エジプト、ブルガリア、ルーマニア、アメリカ合衆国で製造されているほか、このほかにも製造国が存在する可能性がある。 RPG-7 の採用国。この他にも、ヒズボラやハマース、ターリバーン、ファーク、LTTE、i r エザンテーハ、アルスター義友軍など、世界中の反政府ゲリラやテロ組織で対戦者、対仏火器のデファクトスタンダードと言えるほどに広く使用されているが、通常状態の第3世代の戦車の側面と背面の装甲に通用する能力があるのに入手に、 コストや手間があまりかからないこともその理由の一つである。RPG-7 は世界で広く使用されており、実用化されからの使用期間も長いポピュラーな携帯対戦車敵弾発射機であるため、アメリカの M72 ローと並んで、不評が個人で用いる対戦車兵器の代表的な存在として、数々の作品に登場する。ただし、 RPG-7 の兵器としての種別を、ロケットランチャー、バズーカ砲さらには、対戦車ミサイルとして表現している例もあり、必ずしも正確に、対戦車敵弾発射機もしくは、ロケット補助推進弾頭がダム反動砲と認識した上で登場させているとは限らないため、この点に関して注意が必要である。なお、実写で実物が登場する以外の作品では、 取扱いにおける描写、特に団体の描写が誤っている例も多い。これらの例から必ずしも玉体の構造を理解して描写されているとは限らないことが伺える。ありがとうございます。